さんの小野と申します。今日はよろしくお願いいたします。早速なんですけど、いつも、総会の後に記念講演というか講演をやってらっしゃると思うんですけど、ちょっと私がわがまま言いまして、講演というのは やりたくないので、いわば皆さんは市民運動の先輩方ですので、私が上から目線でお教えすることとか特に何もないんですね。なのでディスカッションという形にさせてくださいというふうに無理してお願いしまして、ですので今日はタイトルがイベントっていうふうになっております。で、今日その話のネタとしてはいろいろこちらの方で用意してますので、終わってから質疑応答みたいな形ではなく、常にいつでもどのタイミングでも、質問、それから、ご意見または反論、何でもどのタイミングでも言っていただいて構いませんので、そういう形なんで、僕はあんまりああいうところに立たずにここに座ってやろうと思いますので、前の方が空いてますので、皆さんできましたらですね、ちょっと前の方にギュギュギュッとこう詰めていただいたりできますかね。あんまり遠いとあれなんで、キムスイルさんと私を囲む会みたいな感じでこう前の方の空いてるところに来ていただけると、生声で話していただいてもそのまま聞こえますし、いいということで、ちょっとご移動をお願いいたします。ご移動お願いします。皆さん前の方に来てよろしく。別に怖くないんで噛みついたりとかしませんので大丈夫なので、はい、じゃあ電気を消していただきます。電気が消えたからといっていつでも喋ってもいいですからね。大きな声で後ろの方にいる方は大きな声で言ってください。そして質問がある時も、大きな声で言っていただければ、その場でします。で、今日は、2020年代の反米シズムということで、そのテーマというかですね、設定したんですけど、というのは、反米シズム運動、さっきご紹介いただきましたけど、その路上の外交運動なんかを始めて、もう8年ぐらい経つんですけど、盛り上がる前から数えると10年ぐらい。でその10年、11年、12年ぐらいかな、それがなぜそういう年月が経っているかというと、右翼の人たちが路上で暴れ出したのもちょうどその頃から2008年、2009年ぐらいなので、というこの2010年代というのはそういう意味で非常にその特徴的な時代だったということがあります。それで、川崎でもその条例が成立したり、いろいろ、昨日 の武蔵野市の方のね、住民投票条例、あれ本会議でちょっとどうなるかまだ微妙らしいんですが、取り急ぎ委員会の方が昨日無事成立しました。だけども結構その右翼の側の働きかけというか、それがきつくて、例えば公明党なんかは市長提案に今まで反対したことがないのに、昨日初めて反対してる。だからやっぱりそういう右翼、保守、極右と言われる人たちの意見みたいなものにかなり左右されている状況になっています。それで今このバックに映っているのが武蔵野市役所なんですけども、非常にだからその現代的な問題が、その武蔵野市の住民投票条例反映されているな。というのは武蔵野市の住民投票条例は外国人も日本人と全く同じ条件で、3ヶ月居住住民票があれば3ヶ月以上居住していれば投票できるというものなんですけど、これが豊中と津市に全く同じものが既にあるんですね。で豊中市、大阪の豊中市と津市市の場合は結構前にそれが成立してて、2007年とか8年とか10年以上前に成立していて、
今まで何の話題にもなってませんし、その時に反対運動があったということもないんです。ということはこの14、15年の間にそういう右翼からの激烈な反対運動が起きる土壌が形成されたということが言えるかなと思います。しかも、なんか変なネットウェブとか局だけじゃなくて、今その反対運動を先導してやってる自民党の国会議員なわけで、そういう意味でも、何か非常によろしくない兆候の一つではないかなというふうに思っているんです。なので今日のそのお話、皆さんとそのお話するにあたって、この武蔵野市役所の写真を、一つの象徴として、頭に置きました。で、ちょっと、遅れましたけど、自己紹介的に私が何なのかということをこう2分ぐらいで説明させていただきますね。クラックっていうのは2013年に始まった、対レイシスト報道集団カウンターレイシストアクションコレクティブっていう、団体というか集団というかコレクティブなんですけども、最初2013年1月にそのレイシストをしばき会っていう名前で始まりました。でその年の10月にクラックっていう名前を変えて、その路上での対抗行動の呼びかけをやったり、あるいはその美術展をやったり、もしくは、音楽イベントをやったり、そういうのをずっとここ数年間活動していた団体です。で、私そこの別に代表でも何でもなくて、このグループには代表というのはいませんで、全員がただのヒラメンバーです。一応僕は言い出しっぺというけども、特に代表でも会長とかそういうのでもないです。で、今そのメインでやってるのは何かっていうと、この YouTube チャンネルがございまして、フラックチューブっていうのを検索していただくことができると思うんですけども、ここでそのノーヘッド TV っていう番組を週1回水曜日の夜8時から生放送でやってるんですね。で、明日も夜8時からですので、ぜひ一度ご覧いただきたいと思うんですが、これは、2016年の10月に乗り越えネットっていうところで始まった番組で、今年の1月からクラック の, その YouTube チャンネルに移って、週1になりました。で、週1で、その時起きているそのヘイトスピーチ、ヘイトクライムに関するニュースを取り上げて、私と安田浩一さんの2人で、論じていくという番組なんですけども、週一なんで、その日本で起きているその差別、民族差別であるとか、あるいはちょっと伸ばして障害者のヘイトクライム、それからトランスジェンダーのヘイトクライムとか、そういうのも合わせて、ほぼ日本で起きている差別事件のほぼ全てカバーできてるんじゃないかなと、週一で1年間でできてるんじゃないかなっていうふうに思ってます。なんで、アーカイブで後からいつも見られますので、資料落としても使えるようなものがあればいいなというふうに考えてるんです。放送してるんですけども、今日は私を読んでいただいたキムスイズ、神奈川民党連のキムスイズさん、こちら横に今座っていただいてますけども、この番組を見て読んでいただいたということで、この番組の内容に即してネタ出しをしていけばいいかなというふうに思ってるんですけども、過去ちょうど今12月ですから、2021年の1年間、どんなヘイトがどんな状況だったのかというのをザザッと振り返ります。これが1月13日の放送、ちょうどほぼ1ヶ月前ですね。DHC という会社の
件に関するものなんですけども、これはその今年特にその昼番組でたくさんやったのが企業によるヘイトスピーチ関係で、企業の社長が極右化して暴走している案件、もしくはその社員も一緒になって、差別的なことを発言したりやったりしている、そういう案件を取り上げるのが非常に多かったです。だから今年の、一つの傾向として、企業による差別問題がその表面化しているということ、まあ、これは実は4年ぐらい前からなんですけども、あんまり話題になってなかったんですが、今年は DHC のことがテレビに取り上げられたりするようになって、やや周知されてきたかなと。で、まあ、これはその要するに不買運動のことなんです。金を引き上がせるというのは、そのファンディング、ストップファンディングヘイトっていう団体が、これはイギリスとかにもありまして、あのレシスひどいそのヘイトスピーチに絡むような企業ですとか、そういう例えば社長がそういうことをやったとか、社員がそういうことをやったという場合に、資金を引き上げようという社会運動がありまして、まあ、それは日本でもやった方がいいんじゃないかというような話をいくつかの会社について今年やってます。で、そのいくつかの会社っていうのは、まあ、例えばこういう今こうという感じですかね。あと小一部上場の企業もあるんですね。大阪の富士住宅っていう、これは本当にひどいことをやっていて、社員の前でその、まあ、在日コリアンの社員っているんですけども、その前でその在日コリアンを差別するような文章を社内法として毎日配るみたいな、そういうようなことをやって、ついに最後に行って、まあ、一審負けてる、まあ、二審まで今終わってて、あの会社が負けてるんですけど、全然反省とかしてないですね。で、昨日かな、上告したっていうそのニュースが流れましたけど、まあ、上告しても当然棄却されると思うんですけども、まあ、特徴はその反省しないということですね。ある種の信念を持ってやっていくので、評判が悪くなるから、そのちょっと失敗だみたいな感じではないというのがちょっと特徴かなと思います。アッパグループもそうです。アッパホテルとこら辺で歌ってますけど、全部に単金事件 のを否定するようなアッパグループの社長が書いた本が、あの会長かな、全部に変更してあるということが、まあ、有名になっています。ね、ただ DHC、DHC も一般企業としては、その特にその若い女性なんかに人気の高い企業ですけれども、実はすごいその会長がその差別的な発言を DHC のウェブサイトに載せているということが、やっと問題になって、まあ、こういう感じでそのボイコット運動が起きたというのが、まあ、今年でした。起きたというか起こしたんですけどね、これはうちからのバッテリーステッカーなんで、まあ、うちだけじゃなくていろんな人が起こしてます。で、その DHC っていうのは実はそのメディアを持っていて、今一番日本でひどいウェブメディアとして、やったなとか、毎日あの辺のよく出てる朝からやってる情報番組で YouTube でね、トランモンニュースってあるんですけども、あれをスポンサーとしているのが DHC なんですね。だから DHC テレビジョンっていうところがトランモンニュースをやっていて、毎日局情報を流しているということが4年前から、行われていて、実はその4年前って2016年17年ぐらいなんですけど、そのあたりで急になるんですね、 DHC。それまでそんなにあのヘッド問題を起こしてない。だからそこに 何かの、 あのトリガーみたいなのがあったのかなって。他の会社も割と古くからやってるところもあるけども、急になるところもあって、大体2016年、17年、15年、16年、17年ぐらいっていうのが多いです。で、その同時にそのヘイトスピーチ解消法ができたりとか、まあ、ヘイトスピーチ問題がその日本の社会問題になって、それに対する対策ができたりした頃とちょうどはもう同じ時期だったりするので、やっぱり一つの反作用なんじゃないかなと思ってます。あと提携っていうのは有名な帝国警備保障を行います。
の社名ですけど、ここもひどいですね。で、引っ越したっていうのも、あの大阪の引っ越し会社ですけど、社員に、まあ、パワハラというか、その追い出し部屋みたいなのに入れてるんで、入れて、あのシュレッダー係にしてね、嫌がらせるために、労働組合に入ったからということで、嫌がらせでやったんですけど、そこにその北朝鮮人のスパイみたいなことを張り紙したりするわけですから、やっぱり、全部に、排外主義とか、ヘイトスピーチとか、そういうものが絡んでいるというのが一つの特徴だと思います。この典型も、まあ、戦わない方はもともと右翼なんですね。本物のその職業右翼だった人で、で、まあ、警備会社は大体右翼っぽい人とか、警察上がりとかそういう人が多いですけども、やっぱりその左翼の労働組合を目の敵にしてきて、別に左翼って言ってもないですけどね、今、その典型と戦っているプレカリアというのに行くところなんですけども、まあ、全体的に、そのレイシズムが本当に乗りと偏っているというような状況のことが今年はたくさんありました。で、まあ、そういうような特集を結構やっていて、このゾーンの会社というのはその、住宅のことを詳しく解説したんです。で、この時に、在日コリアに対する就職差別の実態みたいなことを大阪の明暦北本共生センターっていうところの運動員さんっていう人がこの時に喋ってくれたんですけども、これがですね、1971年のアンケートでして、もうその在日コリアン採用しないというのはほとんどで、70年代は、まあ、そんな感じなんですね。で、これは、内定後に在日朝鮮人は僕が分かった場合どうしたか、これも71年のアンケートですけど、これは何について、なぜこういうアンケートがその時に行われたかというと、日立就職差別事件という、日立にその就職したときに日本名で就職して、後からその本名が分かる、本名とか民族名が分かるときに隠してたのかということで、クビになりそうになった人が、まあ、裁判を起こして、まあ、そこに日本人とかいろんな人が教会の人とか支援して、最終的に70年に裁判を進んですけども、その時にできたのが、民党連ですね。今、キム・スイルさんがいらっしゃる神奈川民党連の前身による 全国組織というか、そういうものです。で、まあ、今日は2020年代の判例審ということで、当時 その反差別運動と今とどう違うのかとか、そのあたりを、まあ、キムさんにお話を伺いたいとする。お聞きしたいなと思ってるんですけど、この頃って子供ですよ。74年はそうですね。私61年生まれ、中学生、ね、このこと覚えてらっしゃいますか？北地のこと自体は私の記憶の中ではないんです。80年代のそのご自身が大学とかに行った頃の就職差別の状況というか。まだまだその就職差別は厳しい時代だったと思うんですけど、ちょっとね、私の実体験で言うと、その就職差別が厳しくなくなってきつつあったのはバブルですよね。バブルの時に、在日の友人たちがそれまで無理だったと言われている都議に入ってたとか、大手の会社に入っていたっていうのはありますね。だから私たちのちょっと後ろの世代とか下の世代になります。バブル期からその、まあ、だんだんその就職差別が、なくなっていって、その、まあ、大手企業に民族名のまま入れるようになるというような、ことになって
て、これはその解決に向かうかなと、はい、まあ、ある意味解決しているというかですね、今その国籍で断られるということもないでしょうし、この当時 の, その学生の実感としては、まあ、ほぼ、差別はされてないというような人がすごく増えて、70年代よりはだいぶ改善したかな、まあ、この辺の改善をもたらしたものとして、その民放連の運動ですとか、まあ、いろんな社会運動の力が大きかったんじゃないかなと思うんですが、ただ僕が、86年かな、僕いつもこの話するんですけど、87年か、僕が大学の時、大学1年の時に、85年から思うんですね、僕の先輩の大日コリアンの人が、まあ、大阪外大のテコンドーにいたんですけども、当時、まあ、バブル真っ最中で、学生は就職活動一切せずに、特にその国立大学の場合にみんなその大手銀行とかね、就職活動何もしてないんです。バンバンそのスマートフォンで面接も行ってないのに勝手に内定の電話がかかってくる、そんな時代ですごかったんですよね。でにもかかわらず、その僕の先輩の大日コリアの結構勉強も優秀で、テコンドーを作っている大会で頑張った初めの人だけが全然決まらなかったというのをすごく強烈に覚えてて、でまだこんなことがあるんだというのにショックを受けた記憶があります。その人はリクルートに入ったんですけども、リクルートはその社風としてそういうことを、まあ早い段階で、そういう人に対する意識的な会社なんじゃないかなと思います。まあ、その後に自分の事件が起きるんですけど、まあ、そんなことが僕の実体験としてはありました。で、まあ、そのさっきの DHC に関しては、沖縄に関するそのひどい差別というかそのデマを流して、ね、これは新都合さんという人を落としめる番組を放送したことに対する新さんがその裁判を起こしたものの、ところですけれども、結局その沖縄の基地反対運動をしている、まあ、労働組合であるとか市民運動であるとか、まあ、彼らのところの左右が気に入らないためにあれをやっているのは在日コリアン外国勢力がやってるんだとか、そういうことをデマを流す。でこれを地上波でやったということで、非常にこれも大きな事件でした。これは2017年の1月2日でしたけども、正月早々のみんなに激怒で、ちょうどノーヘル TV が始まってすぐだったので、まあ、沖縄取材のことに来て、ここにも DHC が関わっているという、さらに言うと、この DHC の, その番組を作っているそのディレクターは、大阪でそこまで行っていいんかとか、ああいうどうしようもない酔ったバラエティをずっと長年作ってきたチームなんですね。で、まあ、今大阪のテレビが悲惨なことになってるみたいで、全部はそこまで行っていいんかってなってるらしいんですけど、僕普段見てないからよく分かんないですけども、まあ、メディアがそのこれその権力の忖度とかではなくて、権力の圧力とかではなくて、勝手に忖度して、ひどいことになっていくと、そういうことが一つの特徴と言えるんじゃないかなと思います。で、まあその DHC に関して僕はかなりやってるんですね。ね、DHC をそのボイコットすべきである理由であるとか、そういうことをしつこくしつこく DHC を叩いている番組ですけれども、まあいくらやっても足りないというかね、この大手のメディアは全然乗ってこないので、なかなかその独立系というかそのマイナーメディアではなかなか大きな流れになりませんけれども。今年をやってきたことはそういうことです。であとは、まあ、民族学級のこととか、
朝鮮生の朝鮮高校の、裁判の判決、これ10年ぐらい前からずっとやってるやつなんですけども、あの裁判の判決が全部出て全部負けちゃったということで、おかしいだろうということを、これもまあ10年越しというかですね、その2010年代を通じたその差別ヘイトスピーチ問題の一つの特徴なんですけども、まあ、ほぼデマと排他主義、排外主義で、こう超法規的に排除しちゃったということが是正されないままにしちゃってるんですね。でこれはその2009年12月に大都会の京都の朝鮮初級学校を襲撃しましたけれども、そういう動きと、まあ、ほぼ表裏一体というか、ほぼ同時に行われている、政府によって行われているもので、しかも当時これを決めたのは菅直なんですね。だからそういう圧力をに菅直さんですら抗えなかった、そういう時代背景があったんじゃないかなということが言えるんです。まあ、最近立憲民主党の人を見てたら分かると思うんですけど、半分ぐらい極右ですからね、立憲民主党で、なんかその、なんていうか、なんでその立憲民主の前いるのみたいな人が、たまにいるとかじゃなくて、半分ぐらいそうなんです。で、特に今はもう希望の党の出戻り組みたいなやつらが、党首になっちゃったりとかして、もう何のためにいるのか分かんないみたいになっちゃってるんですけども、やっぱり当時はもっと上寄ってたんですね。立憲民主党というのは、だから無関さんの立憲内部、立憲というかその民主党内部のことを殺されてしまうし、というようなことを説明した会でした。で、まあ、その民族教育権とかそういうことについて論じるためにそういうものとか言ってたんですけども、まあ、このことも今日の話にだいぶ関係しているかなと思いますが、あとはその関東大震災の朝鮮人虐殺について、これがあったということを、まあ、私やキム・スイさんの時代は普通に両親として学校で習って、知ってたと思うんですけども、今なんかそのひっくり返されかけてるじゃないですか。あんなことはなかったんだということを言うやつがいて、でそれが一定の説得力を持って政治家に影響を与えているっていうのが、まあ、こういう現状なんですけども、これがやっぱり2010年代のヘイトスピーチ、レイシズムの特徴、大きな特徴だと言えると思うんですね。で、例えばその小池百合子が両国で、朝鮮人慰霊碑に、今まで石原慎太郎ですがね、都知事は毎年の追悼文を出してたのを小池百合子がやめた背景には、だからその右翼の働きかけが、しつこい働きかけがあって、まあ、そういう意味で言うと彼ら その運動というのは決して諦めない地道なことを何年にもわたってやってるっていう、でここでそのまあ、そよ風とか、出てますけども、こういうことを今武蔵野で外戦車出してきてバーバーと反対の演説をしているとほぼ被ってるんです。だから同じものなんですね。でそこにその2017年においては、小池百合子が影響され、2021年においては、長島昭久さんみたいな民主党の議員が、提供され、それから和田さんのような極右ね党友議員みたいな人が基地乗り込んできてわーわーやるという状況なんです。だからその政治家によるレイシズムっていうのが非常に今問題なんですけども、どっちかというとその政治家のレイシズムは草の根の右翼市民運動によって、起きているっていうのが一つの大きな特徴じゃないかなと思います。だから権力が上から
人民をコントロールしているという感じではなく、やっぱり草の根から、下からこう湧き上がるようにして上の方の、まあ、議員だとか役所だとかそういうものに影響を与えると、そういう形のことが、まあ、2010年代に頻繁に起きて、2010年代ってもうほぼそれだけの時代だったんじゃないかな。だからある程度その右翼の草の根の人たちがね、まあ、日本会議とか昔から その右翼運動の人はもちろんいるんだけども、そうではない、その特にお金ももらってるわけでもない、ネットを通じた、善意の一般人みたいな人たちがその運動の担い手として大きな力を持っているっていうのが、まあ、2010年の特徴で、逆にあの反レシストというか反差別の方も同じようにその草の根の力というのはすごく増えてはいるんですね。だからあの別に悲観することはなくて、時代の転換っていうのはこれからどんどん折り返していけるんじゃないかなというふうに僕は思っているんですけども、まあ、現状の認識としては、2010年代というのは、そういうことがある程度成功した年、時代であったというようなことが言えるかなと思います。だから基本的に全部共通していて、これはその関東大震災に関するその、そうなんですけども、まあ、そのほぼ、デマとそれから、真実が確定してないかのような、話に何かどこかから何か留学の娘について何か持ってきて、あたかもそこに議論や論争があるかのように見せかけることによって、一旦判断を保留させるということで。もう全部 そこまでで右翼の運動に成功する。そのことによって例えばその朝鮮人の犠牲者を追悼しましょうということがまだ決まったわけではないみたいな形で役所からあの役所に働きかけるともう慰霊碑撤去されました。でその慰霊碑撤去の運動っていうのを専門にやってる人たちがいまして、それがさっきのそよ風っていう人たちですが、村田春樹人たちも人が、まあ、人っていうその群馬の森にある慰霊碑だとか、もう日本全国にどこでもいるんですよ、北海道も。それはどっかから金が出てるかよく分かんないんですけども、それとも、まあ、あのスポンサーみたいなのがいるんでしょうか、日本全国、なんか除幕式があるとかっていちいち反対しに行くわけです。これはすごくまねて。で、やっぱりその村田春樹っていう人はね、もともと自治基本条例に反対する会っていうのをあの立ち上げて、これを10年前に立ち上げているわけです。で、まさにその武蔵野市にもその反対演説やりに来てましたけども、そういうふうに全てがこう空に合いながら、何一つとして無関係のことはないっていうか、そういう形で動いて、てるんですね。自治基本条例は外国勢力の陰謀だみたいなことをもう10年前からずっと言ってるのが村田春樹という人で、その人が、この関東大震災の朝鮮人虐殺がなかったっていう話を広めたり、徴用工のその慰霊碑に書かれてあることが嘘だっていうようなことを全国回ったりしているっていうことの成果を結構、得ているのが今の時代ということになるかと思います。あともう一つ今年記念あったのは、その今さっき言いました立憲民主党があの半分を寄ってるよねっていう話と関係してくるんですけども、その立憲民主党がね、なんか提案型になるとか、そういう話をしちゃうんです。でそれって、要は体制抑止参加ですよねってい いうことを前のノーヘイト TV でやったんですけど、体制抑止参加っていうのは何だったのかというと、僕は子供の時に学校で習った感じでは、そのいろんな、その軍国主義によってね、いろいろその労働組合を解散させられて、そういう体制抑止参加的なものに急行されていったのがクリアリングみたいなイメージだったんですけど、
いろいろ調べてみて、やっぱどうも違ってるっぽくて、みんな自発的に体制約3回に合流していくんですね。で一番最初に、あの当時、二大政党制を今、立憲民主の人たちが、立憲民主党と国民民主の人たちが、まあ、あるいは小沢一郎さんとかがずっとこの言ってる、保守二大政党制みたいなのを、まあ、アメリカ型の二大政党制がいいんだとか言ってるんですけど、1930年代はそれが実現していくことがあって、立憲民政党と、立憲政友会の、二大政党制で8年ぐらい政権交代しながら進んでるんですけど、そこに第三極として、まあ、無産政党ですね、その社会主義者ですとか、そういう労働党です、労働党者ですね、そういうものを合わせた政党として社会大衆党というのができて、まあ、後の社会党なんですけども、ができて、これが第三極になるんですね。ちょうど今の維新とかですね、令和新選組なんですけど、で、この読み物が、なんかその、もう中国と戦争していろいろ大変だから、国民が一丸となって新体制を作らなければいけない。では、一つの国に政党は一個でいい、ナチスみたいにやりましょうみたいなことを言い出したときに、まあ、結局一個の政党で行くっていうのは反対されるんです。誰に反対されるかって、上を反対されるんですけども、天皇がいるのに何事じゃということで反対されるんだが、その代わりその天皇の政治体制を、みんなで支える翼賛、するというために体制翼賛の政治をやろうというのです。一番最初に、政党解散して自発的に合流したのが社会大衆党なんですね。立憲民政党も立憲政党も全然その後です。で、自発的に行くんだなっていう。だから労働運動もそうだし、労働運動はそのなくなって産業報告会というのになります。で、これは産業をで国に報いる会ということで、労働運動組合の代わりにできたものなんですけども、もうそれ見てあの連合じゃんみたいなということを、連合関係者いっぱいいます。いや、僕はそれはもう言おうと思って来てますから連合じゃんっていうふうに思う。だからそういうなんか時代の流れに、大きな流れによってそういうふうになっていくんだ。で、それが今マスメディアがそうなっていったり、あるいはその共産党への攻撃が堂々とその、まあ、デマを伴った攻撃が行われるというのは当時 その30年にそっくりで、だなということを日々感じてるんですね。だからもう僕はレッドパージ時代に入ってるなと。レッドパージ時代というよりも、レッドパージって言ったら戦後のマッカーサーの頃の話ですけど、そうじゃなくてその関東大震災の頃のね、主義者への弾圧、まあ、社会主義者、共産主義者への弾圧の時代っていうのとやっぱり非常に似てるなというふうに思っていて、まあ、大体そのデマで共産党が怖いぞみたいな、これも放送ではあるんですけどね、ちょっと見にくいですけど、9月15日こういうこう、まあ、なんていうかな、この今その年配の左翼の人だったら誰も分かる独善教ですとか、そういう話はもう一切なかったことになっていて、すごくなんか歴史が書き換えられていて、共産党は中国共産党の手下で、暴力革命を目指してるっていう本気で思ってるんですよ、矢代さんとかね、多分40代の人なんですけど。で、そういう状況というのは非常に何に近いかというと、関東大震災の直前に近い、あの頃どういうことが起きてたかというと、これは表には出てないですけど、次の表でいたしますが、まあ、韓国併合してね、そうすると独立運動がまあ10年後ぐらいに起きますよね。三一独立運動が起きたりとかして、そこからその
警視庁がその朝鮮人を監視しなければっていうふうにいろいろそのまあ公安警察みたいなのを設置して、で、あと不敬戦人みたいな言い方でマスメディアとかにそのどん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 それを煽っていくわけですね。不敬戦人がどうのこうのっていうのはその関東大震災の虐殺の時に言われた言葉として皆さんご記憶だと思いますけれども、あれは政府とか当時のメディアが意図的に流行らせた言葉で、メディアは別に政府の意向を組んで流行らせたわけで、勝手に政府と一体化して流行らせてるわけで、まあ、これも今とすごく似ていて、例えばその野党は批判ばっかりとかそういう言説ありますよ。だからそういうようなのも非常に似てるなと。あとなんかとりあえず共産党の悪いと言ってるからよかろうみたいな風潮もそうですけども、まあ、僕ら共産党の党員ではないので別に共産党の悪口が言われたから僕自身が困ることはないんですけども、ね、そういう問題じゃないかと。なんかの一つのスケープゴート的な扱いなんで、でその時に共産党を必ず結びつけられて、たのがその不定戦時中というわけです。共産党とか主義者、ね、社会主義者、政治主義者とかそういう人たちと結びつけられていたのが不定戦人と当時称された在日コリアンだったと。だからその最初からレーシズムとその反共主義みたいなのってセットになってて、でこれは実はドイツでも同じで、ドイツでもナチス の反共主義と反ユダヤ主義というのが一番最初からセットになっていて、なぜかというとその最初にドイツで革命を起こしたのがローザ・ルクセンブルクというスパルタクス団という人たちなんですけども、ユダヤ人だったんですね。でその頃そのドイツがユダヤ人に乗っ取られるみたいな言説がドイツでやっぱりそのドイツの愛国者の間で流行っていて、でやっぱりそのなんかマイノリティになんか乗っ取られるから団結しなければみたいな形でナチスにその国民の支持が集まっていくというようなことはずっと繰り返していて、まあ、今も一緒だというようなことをまあいろいろ調べていくと、まあ、ほぼこんだけね、いろんな時代が変わってね、テクノロジーが進化してやってるのに同じなんですよ。でこれはやばい。で今 その日本のベーシックの状況も多分こういうことって知らないのに勝手に同じになってるんですよね。だからそこになんかそういうダイナミズムがあるんじゃないかなと、こうなりやすさみたいなのがあるんじゃないかな。でこれはその関東大震災の後に亀戸事件っていって社会主義者が亀戸社で、これは意図的に殺されてる、まあ、ヘイトクライムみたいなもんなんですけども、刀が違いますからね。拷問したら死んじゃったとかそうなんじゃないですか。いきなりこう規定が刀で切ってるんですけど、警察がね。そういうことが行われた時期は何だったかっていうと、やっぱりその、世界的にいろいろ同時に起きてると。ロシア革命が起き、コミンテルンが生まれ、日本でも共産党ができ、3.31 独立運動で日本もね、朝鮮人植民地から出し独立しようとしたりとか、でその間にそのドイツ革命の1919年が起きてるんですけども、そういう中で必ずこういう弾圧というか、には必ずそのマイノリティに対する差別というか排除する動きと、マスメディアが勝手に煽っている、調子に乗って勝手に煽っているという、その2つが割とセットになっていて、これが今の日本と全く同じなんですね。当時その関東大震災で何で虐殺が起きたかというと、流言飛行がというんですか、流言飛行を流した誰やって新聞なんですよね。主な新聞が流して警察が止めてますから、それをね。だから最初にマスメディアが調子こいてヘイトスピーチをしまくったって、まあ、流しまくったわけです。でそれはそういうことをしていいと考えていたからなんで
そういう雰囲気が醸成されていた。それはその1919年の、産地独立運動で、なんかその朝鮮人が、地震の時に一斉放棄するみたいな、噂を地震の時に流したことによって、やばいっていうことで、殺しちゃったわけなんですけども、これ今、三浦瑠麗じゃないですか。スリーパーセルが立ち上がるとか言ってるんですよ、テレビで。あれはなんか、デイリーメールってイギリスの闘争みたいなソースなんですけども、なんか知ったかぶりしてそういうことを言いたがるメディア人みたいな、ソースがすごくいい加減なんだが、なんか、それがそういうことを言いたがるっていうのが一つの自流なわけですよね。で、そういうものが、まず、八代さんもそうですけど、なんとなくの雰囲気、流行り、今これを言っておいた方がなんか自由に乗ってるかみたいなので、ヘイトスピーチを行うというのが、今 の, その日本の状況、それが結構 ネットの上でネット上だけがやってたことが、この10年で、メインのメディアで芸能人だとか、評論家とか政治家とか、そういう人たちがやるようになったという、実を言うとかなり相当ひどい状況になってるんだけども、それは過去繰り返してきたことなんですよみたいなことが最近僕の中で分かってきた。だから別に新しいようでいて新しくない。だけど新しいところもあるみたいな、そんな状況じゃないかなと思います。どう思いますか。キングスデールさんは民党連でちょっと活動されてこられて、まあ。それはつまりその内地コリアの権利運動とかね、まあ、あと川崎ふれあい館を作ったりとか、橋本同じっていうとかそういうのに関わってこられると思うんですけども、今の状況とその80年代90年代の状況を比較してどういうふうに感じられているのかなって今日すごく聞かれたことなんですけど、どうでしょうか。そうですね、そういうことは前もって言ってくれるのか、ちゃんと中継に言ったら私さっき言われたので、沼さんの話を聞いてて、あ、なるほどと思うとかあるんですけど、ただ私の目線で言うと、その私らの先輩たちが、その在日のコリアンの先輩たちが人権運動をやり始めて、当時はやっぱり全然理解がなかったというところだったんですね、はい、それを運動の側としては一生懸命、そのじゃあなんで関東大震災の史実を知らないんだとかね、なんで在日のことを知らないんだ、なんで在日がこんなにいっぱいの知らないんだっていうような歴史の話だとか、そういうことを世に通ってきたんですね。でそれが70年代だったし、その中で日立が起きたし、その中で就職差別だとかいろんな制度的な問題がおかしいじゃないかっていうふうにやられてきたというふうに思うんですね。で、ソウルオリンピックがあり、日本の社会の中で韓国というものが、まあ、朝鮮半島のことが少し昔より受け入れられつつあり、で80年代のそれこそ共生って言われるような、キャッチフレーズの中でいろんなものが、許容されるみたいな形があったんですが、それがまた今みたいにひっくり返っていくわけですね。で僕の中ではいろんな諸説があると思うんですけど、一つは拉致問題が大きいのかなということと、あとはその作る会計の教科書が出てきた、歴史認識が変わってきたんだと、在日は好き勝手にいるんでしょっていうふうに言われてきたし、だからあんたたちはおとなしくしてなさい、なんで反日的なことを言うんだというような形ですよね。で、もう一つ言いたいのは、その70年代にやってきた市民運動、在日の側の権利擁護の市民運動が今同じような質で、今その作り会計だとかそのネトウヨの人たちがやってるという手法がね、全く同じで、やってる人たちが変わってるだけであって、それによって世の中がちょっと動かれてたのかなっていう感じはします。で、今熊さんの話を聞いて思うのは、そうなると私たちは何かあると今後殺されていくだろうし、まあ、その時は野間さんも一緒に殺されるんだろうなというふうにはちょっと思いますね。
いや、僕はどんな汚い手を使ってでも生き残って反撃しますけど、卑劣な手を使って不要を教えてするの割と好きなんですけど、まあ、今日全く打ち合わせをしてないにもかかわらず、まるで打ち合わせをしたかのような今日今のご用意に移しいたしましたが、その今ね、キム・スイルさんがおっしゃったような70年代と今とどう違うかみたいなことをちょっと順を追って、振り返ってみて、もう本当にざっくりざっくりですけども、まあ、抜けてることもいっぱいあると思いますけども、さっきお話ししてたその戦前の状況というのが一番上のね、黒いところで、この時は文字通り朝鮮を植民地にして中国に攻めて侵略していった頃の、まあ、その拡大覇権主義というかですね、帝国主義によって起きている数のレシピというかですね、そういうものですね、その、まあ、そのルーツとして、明治6年ぐらいの その青函論なんかがあって、その青函論のさらにルーツとして水戸があり、江戸時代の幕末にはもうなんか朝鮮を攻めた方がいいんじゃないかみたいな話になってるんですよね。で、直接的な嫌韓のルーツ的なものはやっぱりこの青函論だと思います。でやっぱり今ね、東洋はね、その吉田松陰先生がとかすぐ言うんですよ。でだからやっぱりその、まあ、吉田松陰なり、その明治維新というのは尊皇攘夷というぐらいで、天皇主義と排外主義によって生まれたそのクーデターですから、やっぱりその明治の精神も今の右翼はちゃんと受け継いでるな、どんなアホみたいな若い人とでも結構受け継いでるなと思う。だからその彼らの、しょうもないレイシズムとヘイトスピーチが、まあ、僕明治自身の核だったんじゃないかなと実は思っていて、まあ、もちろんいいこともありましたよ、その文明改革とかね、あったけども、やっぱりそこから規定路線として延々と続いて、それがその昭和20年に終わったはずだったのが全然終わってないまま今に至ってんだなっていうようなことを最近考えてます。で、その結局その当時に起こした問題がね、そのまあ従軍慰安権もそうだし、その徴用工の件もそうだし、全然その当時に起こした問題、まあ、その当時っていうとこれ一番上は範囲が広いですけども、戦前までですね、終戦まで、です。で、今の直接的なその在日コリアン差別というのは、在日コリアンが日本国籍を喪失した後に始まったもので、これはその植民地の時にひどい目にあってるのに、戦後さらに輪をかけてひどい目にあっている、もうどうしようもないのよろしくない話なんですね。だから日本に対して の, その差別問題、レイシズム、民族差別問題、まあ、在日コリアに限らずいろいろ多岐にわたりますけども、特に中国人であるとか、あるいは昭和以降だと東南アジアの、ね、人なんかとかそういうのも多岐にわたりますが、まあ、その中のやっぱりどうしても一番大きなものですけど、この表では在日朝鮮人に対する差別を中心に取り上げますけど、これだけではないということを、まあ、あらかじめちょっとお話ししておきます。で、そのこの時代区分、まあ、僕ちょっと適当に分けちゃったんですけど、分かりやすい大体で分けたんですけど、その終戦直後から60年代まではこの在日コリアンの権利をどんどん奪っていったり、排除して日本から排除していく、国民から排除していく過程だったわけですね。それはそのまずもともとあった日本国籍がなくなる、それはその1952年に正式になくなるんですけども、サンフランシスコ講和条約でね、正式にその日本国籍を喪失するわけですね。在日朝鮮人、それから台湾人、まあ、後の特別永住者ですけども、と日本国籍、君たちはそのみんな天皇の席士である、みんな日本人なんだよとか言ってたのに、戦争負けた瞬間に外国人ってことで国籍を
あの一方的になくちゃう。でこれのことが今にずっと引いていて、結局これはあのイギリスとかね、大英帝国はそういうことをしていないんですね。その旧植民地の人に市民権を、自立に最初与えている。だからそれはその植民地支配した責任として当然そういうふうになるという論理でそうやってやってるんですけど、日本はなんかこうなんか GHQ にやらされたように見せかけてうまいこと GHQ を利用して、第一コリアを排除しようというふうに最初動くわけですよね。でそれがそのまあ、例えばそのこれからちょっと外国人扱いになるという、これは GHQ が出してるんですけど、先見力それがその、サンフランシスコ講和条約で、戦争が正式に終わったら外国人登録法ということで、正式に法律として固定化してしまったと。しかもその時に諮問を行った制度を始めた。なんか朝鮮人は共産党と仲がいいし、なんか危ないところだからちょっと諮問で管理した方がいいんじゃないみたいな、そういう話になるわけです。これもこの時点でもひどいんですけど、だからこれが始まったがために80年代に、まあ、キム・スイフンとかキム・スイフンの先輩に当たる人たちが結構苦労するわけですよね。で、これでその帰国事業っていう、その北朝鮮にね、あの帰国しませんかっていうふうに、こう、なんか人道措置みたいに当時の新聞によると、なんか祖国に帰れるようにして。帰れて素晴らしいね。これは実は日本としては追い出してるだけなんですよね。まあ、もちろん帰りたい人もいたかもしれないけど、そもそも日本に来てる人は、あの今っていうところの韓国とか朝鮮半島の南から来てる人がほとんどで、あの帰るところはその共和国ですから、全然自分の縁のゆかりのところに帰っていくっていうようなこと。まあ、それでも当時はあの共和国は栄えてるっていう宣伝もあり、まあ、実際にその日本でものすごいその全部の権利を剥奪されてしまうからすごい貧乏になったり、当然就職もできないしということで、あの貧困状態に陥っていれば、それはもうあの自分の言葉も通じる祖国も思うのは当然ですよ。でそういう感情につけ込み、まあこうじゃあその船を用意してあげましょうとかって言ってどんどん。って言って、日本としてはこれで大臣 の, あの人がいなくなればいいのになと思ったんだけども、まあ、そういうわけにもいかなかった。で、その法12626ってなってるのが何のことか分かんないと思いますけど、これはその在留資格です。なんかその特別に例外みたいなものを作って、なんかそのライフコリアに関してはこの法126の、2項6条みたいなので、一応いてもいいことにしましょうみたいな、無理やりこうなるんですね。それが1965年に、韓国と国交を結ぶと、韓国籍の人は、日韓基本条約に基づいて協定永住っていう永住資格、これは韓国とその条約を結ぶ際の条件なんで、うちの国の人間でそっちにいる人が釈放的自由をちゃんとしてくれっていうことを条件としてましたから、これ65年の日韓基本条約を結んで翌年の66年から協定住資格というのができるんですけども、これは韓国籍じゃない人には関係なくて、そのまま法126にまんまだったで、というのがまあ65年で、僕66年もですけど、この辺りでそろそろ生まれてくるわけですね。スイルさんはもうあの4歳ですね、協定永住の方で、だけどまだあの右も左も分かんないし、そうですね、そのことが全然分かんないっていう時に、日立就職差別事件というのが起き、これはあの川崎ですよね、川崎にいましたね。ね、ですね。で、まあ、川崎じゃないんで、戸塚か。受けたのは戸塚工場で、実際そうなると戸塚で起きて、まあ、これがその民党連結成につながっていくわけですけども、まあ、民党連、あのその当時全国に、これ正式名称なんですか、民族差別と戦う連絡協議会っていうのがあって、なんかいろいろと、まあ、
路線の違いとかね、あって、なくなったところもあり、名前を変えたところもあり、今残っているのは神奈川の道路だけですかね。まあ、いろいろあるんですけど、まあ、ミントレンジは名乗ってるの神奈川で ですよね。2013年にね、新大久保で、新大久保の戦いみたいになったでしょ。大都会と僕らと、もう毎週のようになんか新大久保の騒乱状態。あの頃ね、年配の、ね、人がね、結構来てて、話を聞くと、民党連の講師だった人が結構来てる。関西とか来てるんですよ。でもいても立ってもいられんとかで、全国から元民党連の人が結構来てました。で、千葉でなんか平和会社があったところから民党連の2世の人が来てました。で、この頃から、その70年ぐらいから、権利獲得運動の時代に入っていくんですね。で、これがその就職差別すんなやと言うと、この民党連というのが、まあ、当時としては、在日コリアンの権利を守る団体としては、朝鮮総連と、大韓民国居留民団という、まあ、今の民団ですけど、があったんですが、そうではなくて、日本の市民と、まあ、協力して、日本の市民がその支援者となって、協力しながらやっていくっていう、割と今の市民運動のスタイルに近いものに、ね、割と当時画期的だったんですかね。だから、民党では実践交流、実践交流共同って、共同、日本人との共同なんだっていう。でいわゆる民族団体とは違う第三の基地なんだっていうふうに当時の先輩たちが言ってますね。だからこの辺はやっぱり僕そのすごく今の現在のその反米主義の運動に通じるものを感じていて、まあ当時はその在日コリアンの権利獲得を支援するっていう形ですけども、反ヘイトスピーチ運動って支援運動ではないので、直接的に何かの被害を受けている人を支援するという運動は別にあって、それは例えばさっきの20代の裁判のね、職を支援するとか、あるいはまあそのなんか、まあ、まあ大体裁判もそうですけど、そうそう、追われて追われて言われてちょっと外れますが、まあこういう感じでだんだんとこう権利獲得運動が始まっていくのが70年代で、80年代はその権利獲得運動が実を結んで、だんだんとそのいろいろ権利が回復していく時代だと言えるかと。ここになんか映画がいくつか入ってるんですけど、美術家ずいが来ているとかね、西洋寺スピアルとか、でこの辺は何ていうかな、ある種僕の感じでは在日コリアン差別っていうのはもうなくなるんじゃないかなと思わせた時代だったんですよ。でつまりその次はどっちに出ているってどういう映画かっていうと、在日コリアンっていうのは戦ってるばっかりじゃなくて、しょうもないこともやり、なんかそういう自分人なんだ、そういうような映画作品もたくさん出てくるわけですね、文学作品とかね。でこれはヤンスギルの、タクシードライバー競争曲というのの小説でしたけども、2000年にはその金城和夫の王というのは、これもやっぱりしょうもない、上校出身のしょうもない高校生のしょうもない日常の話なんですけども、だからそういう普通なんだ、差別差別と戦う時代はその終わって、まあ、みんなはそうやって普通に共生していく時代なんだみたいなのが、まあ、2000年代ちょっと前、90年代ぐらいかなっていうところで、ここからそのどん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 逆さんバックワードにこういくわけですね。逆転していくと。でそれがさっき金鶴さんもおっしゃってた新しい歴史教科書を作る会、それから、2000年私は95年、それから2000年に石原慎太郎さんの、それから2000年に向かわれたで、拉致問題が、ここからその歴史的に
あ、この、ごめんなさい、権利否認時代とかっていう歴史否認時代ですね。僕はタイプミスをしています、歴史否認時代が始まると、そして現在につながるというのが僕の認識なんですけれども、ここからそのヘイトスピーチ時代、ここからもうめちゃくちゃです。もう歴史全部塗り替えようというそのデマと嘘で全部塗り替えるみたいなことの時代に入っていって、それが現在に、至ると。でそれだと例えばその最初はやっぱり大事で韓流文化があって、それのバックラッシュなんですね。そもそも漫画嫌韓流とかそういうものっていうのは、その在日特権がどうのこうのというテーマの元になったものなんですけども、韓流文化への嫉妬とかそういうものとして始まってるっていう、まあ、それもそう思うような話なんですけども、でここから在特会が暴れる時代に入って、ヘイトクライムがガンモンという時代に入り、まあ、2013年頃から対抗運動が始まって、いくつか法律もできるが、今度はこの一番下のあたりは、もう政治家がガンガンヘイトスピーチしまくる時代、ある意味で東洋は結構静かになってるんだけど、なんで静かになるの？在特会って言ったら日本代表ってほとんど在特会に影薄いじゃないですか。それはいいことのように見えて全然いいことじゃなくて、なぜかというと自民党なり維新の政治家が10年前だったら在特会が言ってたことを今ガンガン言ってるから、あいつら出番がなくなってるっていうことなんですよね。だからそういう意味で、非常によろしくない時代になったかな。だからこれを2020年代をどうするんだっていう話をしようと思ったんですけど、時間がないそういう話を皆さんとしたかったんですけど、まあ現状認識だけでいいで、ここからちょっとだけ5分だけください。一番大事なのがこれはね、これぜひ皆さんも帰ってからノーヘッド TV を見ていただきたいんですけど、これは6月6日に放送した反差別批判の何かっていう、に日本これはアリックっていう団体のヤン・ヨンソンさんっていうコリアの人がやってる団体があるんですが、アンチ・レイシズムのインフォメーションセンターっていうのがあるんですけども、彼がやっぱり非常に反差別批判が日本にないということを言っていて、それはどういうことかというと、なんか多分強制とか言ってるけども、その差別はダメなんだっていう、その確固たる合意がないから強制とかって言ってるけども強制できないじゃないですか。で特にその差別が起きるときに、そのアクセルを踏む行為を、これは最近政治家がやってるんですけども、それに対するブレーキとしての、例えばその反社さん対抗運動であったりとか、あるいは政治家や、政府の声明ですね。例えばヘイトクライムが起きた時にこんなことは許されないという政治家が声明を出すっていうことだけで、これはブレーキになるわけなんですけども、そういうことが全く行われない。で、ウトロ、京都のウトロで放火事件があったら大変なヘイトクライムだと思うんですけども、明日のヘイト TV で特集やりますから、ぜひご覧になっていただきたいんですが、全然誰もその声明出さないでしょうか。こういうのはダメなんだという規範を示すリーダーが全然いないということが非常に大きな問題で、まあ、それに対してどういう方法が有効かみたいなことを、まあ、話してるんですけれども、まあ、これ細かいことを除くと、タブーが強制から脱却しなければいけないということをレアン・ヨンソンさんが言っている。だからこの国会は強制社会を目指す会議なんですけども強制とかでそれ以前の問題だからっていうところまで後退してるっていうふうに見るべきだっていうのが彼の考え方なんですよね。だから多文化強制を目指しましょうっていうことすら今絵に描いた文字になりつつあるっていう状況で、2020年代のその対抗運動をやっていかないといけないんじゃないかなっていう、そのためにはその今までの日本に避けたものとして
強力な反差別規範、その反差別規範というのは何かというと、まあ、路上でヘイトデモに対する対抗運動がその抗議の声を大声で上げるというところもその一つなんです。もうこれなかったでしょう、10年前に。でも欧米では70年代からあるわけです。だからそういうことで一つ一つその反差別規範みたいなものを厳格化していって、あるいはそれはその例えば、ヘイトスピーチに対して、企業がヘイトスピーチをすればみんながそれをボイコットしてキャンセルするとか、政治家がヘイトスピーチをしたらみんながその非難して辞任するとか、そういうことが普通に行われることがまず必要で、そこから先に強制というのがあるんだよということを、その反差別規範の向きのままになんとなくその他者としての外国人と何か多文化で強制するのがいいんでしょうみたいな感じで、特に役所とかね、やってきたことに対してなんか失敗だったんじゃないかというような見方をされる人もいるということです。だからそういうことを踏まえて2050年代何か逆転させていきたいなというふうに考えています。ちょっと時間なんか知り切れとも感じましたけど、僕ばっかりしゃべってすいませんみんなでなんか意見を言ってるので僕がメラルで申し訳ないです。いいです。じゃあ、そんな感じで今日終わらせていただきます。